本田選手の記者会見を行います。まず試合終わって今の気持ちをお願いします。こんにちは。さっきの試合を振り返って1ゲームの中盤は結構自分が攻めて自分から点数を取りに行けてたんですけど、ライトにシャトルがかぶってしまったり、自分が思ってるのを自分が思うようにできなかったりしたときに、ちょっと自分の気持ちの中で我慢できなかったり集中できなかったので、少し悔いが残る試合でした。去年も戦って、同じような結果になっておりますけども、去年とやってみて、どういうところが違ったかなというか、相手に対する自分もどういうところが違ったかというか。去年はベスト8に入るのが目標で、準々決勝を戦った時はそんなどういう感情でどういうプレーをしたか自分でもよく覚えてないんですけど、今回はしっかり自分を持って自分の意思を持って試合に挑めたんで、自分の課題であったり田中選手に通用する部分であったり、そういうのがしっかり見えてくると思います。はい、それでは質問をお受けします。どなたかいらっしゃいますか。共同通信の話です。今おっしゃいましたですね、今日戦ってみて見えた課題と追求した点というのが具体的にどうでしょうか。スピードを上げたときは、自分がテスト取りに行こうとしたときは結構いいラリーができたんですけど、自分がきつくなったときに自分のスピードを下げてしまうと、入りが球の試合の入りが遅くなって一発で決められちゃったりしたので、そのスピードを上げてない時にずっとスピードを上げた状態でプレーできるできないので、体力的にも自分が疲れた時にいかにどう点数取るかが課題になる。はい、他にどなたかいらっしゃいますか。すみません、フジテレビ宮本です。この前世界ジュニアで優勝されたときは、田中選手を超えたり、成績では世界ジュニアでは超えられました。で、今日戦ってみて、その超えたい田中選手との距離というのは縮まってますか。自分の中ではその世界ジュニアの優勝できたし、もう少し戦えるんじゃないかなと思ってたんですけど、また去年と同様に相手のペースに飲まれてしまって自分のプレーを最後までできなかったので、去年より差は開いてしまった。はい、他にどなたか。選手のすごいところは一球一球の精度が自分と違って、自分が狙った通りのところに飛んできて一球ずつ自分が追い込まれてる感があるんですけど、自分はその自分が思った通りにできなくて、自分の思った通りに打てなかったので、言葉ではちょっと言いづらいんですけど動かされてるっていうか、自分が攻めててもわざと打たされてるっ
ていう感じがあって、あと、まあ、見えてきた課題みたいなこと、強した部分は配球であったり、その細かいショット、つなぎ、ネット前からの細かいショットはちょっとまともにできたかな。はい、他にどなたがいらっしゃいますか。よろしいですか。それではお待たせしました。会見を終わりにします。ありがとうございました。